皆さん、楽しい紙芝居を始めますよ。の音がしたら、抜いてくださいね。夜空に響く雄たけび、闇にきらめくつぶらな瞳。森の王者タイガーマスク、正義の味方タイガーマスク、進め我が道、勝利を目指し、たとえ傷つき倒れようとも、タイガー、タイガー、タイガーマスク。皆さん、これから勇敢なタイガーマスクのお話をいたしましょう。すごい乱暴者のブルーザーが紐で日本人選手の首を絞めています。大ピンチです。アナウンサーが興奮して叫んでいます。試合場は大変な騒ぎになりました。その時です。風のように飛び込んできたレスラーがブルーザーを担ぎ上げると鉄の柱めがけて投げつけました。お前は誰だ。虎の穴育ちのタイガーマスク、世界一の乱暴者と言われる男だ。怒ったブルーザーが鉄棒を掴んでタイガーマスクに襲いかかります。でもタイガーマスクにはかないません。散々にやられてリングから逃げ出しました。お客さんたちは大喜びです。人の少なくなった試合場の片隅でアナウンサーと解説者が話をしています。山村さん、タイガーマスクはすごいやつですね。ところで虎の穴というのは何ですか。世界中から親のないみなし子をさらってきては乱暴なレスラーに育て上げ、お金儲けをしている秘密組織なんです。タイガーマスクは虎の穴の優等生に違いありません。その頃、かわいそうなみなしごたちを育てているちびっこハウスの門の前にかっこいいスポーツカーが止まり、中から青年が降りてきました。こんばんは、アメリカ帰りの伊達直人です。瑠璃子さんいますか。ちびっこハウスの瑠璃子先生が飛び出してきました。まあ、直人さん、よく来てくれましたね。嬉しいわ。瑠璃子さん、ちびっこたちは元気ですか。僕ね、アメリカに金持ちのおじさんがいることが分かって、すごいお金持ちになったんだ。だから今日はいっぱいプレゼントを持ってきましたよ。お人形やラジコンバス、おもちゃやお菓子をたくさんもらったちびっこたちは大喜び。直人兄ちゃんってスマートでかっこいいや。あたい大好きさ。ちっ、お世辞のいいちびっこだな。ちびっこハウスは楽しい笑い声でいっぱいです。瑠璃子さん、このお金でちびっこハウスをきれいなうちにしてください。まあ、こんなにたくさんのお金を。いいんです、何しろ僕はお金持ちなんですから。帰ってゆく直人をちびっこたちが見送っています。ホテルに帰った直人が、いいことをした後は気持ちがいいもんだなと言った時です。部屋の隅から怪しい笑い声が聞こえてきました。タイガーマスクよ、試合で儲けたお金を
虎の穴に半分届けなかったな。掟を破った裏切り者、虎の穴の死の使いが次々とお前を殺すためにやってくる。覚悟していろよ。虎の穴のマネージャー X 氏がいつの間にか直人の部屋に入り込んでいたのです。タイガーマスクの正体は直人だったのです。それから幾日か経ちました。今日も試合場にはたくさんのお客さんがタイガーマスクの試合を見に来ています。今リングでは若い選手同士が激しい戦いをやっています。その時です。金色に光る仮面をかぶったレスラーがリングに駆け上がり、二人の選手に襲いかかりました。いやーいやー、金色の仮面をつけたレスラーのために二人の選手は血みどろになってリングに倒されてしまいました。の出来事にお客さんもリングの周りにいたレスラーたちも大騒ぎ。騒ぎを聞きつけてタイガーマスクが駆けつけてきました。来たな、タイガー。裏切り者がどうなるかを思い知らせてやる。かわいそうな子供たちを助けるためだ。喜んでお前と戦うぞ。思わぬ飛び入り試合にお客さんは大喜び。タイガーを応援する大きな拍手が試合場いっぱいに響き渡りました。試合開始のゴングが鳴って凄まじい死の戦いが始まりました。飛び出したタイガーが黄金仮面を何回も投げ飛ばし痛めつけています。なおも倒れた黄金仮面の首をぐいぐい締め付けるタイガー。タイガーが優勢に試合を進めています。苦しくなった黄金仮面がぐっと口をかみしめました。するとどうでしょう、ピカー、目もくらぶような光が黄金仮面の顔から出たではありませんか。うわ、眩しい。思わずタイガーは首を絞めていた手を離し、リングの上にうずくまってしまいました。黄金仮面はさらにタイガーを蹴り倒すと、タイガーの上にまたがりました。ギリッ、ギリッ、ギリッ。不気味な音がしたと思うと、黄金仮面の口が開き、鉄の牙が現れました。ガブリ！鉄の牙で噛みつかれたタイガーマスクの体から、たくさんの血が噴き出しました。今度はタイガーマスクのピンチです。タイガー、守れ！お客さんたちが必死になって応援しています。タイガーマスクがやっとのことで黄金仮面を突き放し、ふらふらと立ち上がりました。なおもタイガーめがけて体当たりする黄金仮面。タイガーはもう立っているのがやっとです。ナオトに招待されたちびっこハウスの子供たちの黄色い声が聞こえてきました。その声で信じられないようなことが起こったのです。フラフラだったタイガーがいきなり黄金仮面の後ろに回り、ガキッと組みつきました。えい、面白い、
気合とともにタイガーは黄金仮面を抱えたままぐーんと後ろに反り返りました。カカカカーン。頭からリングに叩きつけられた黄金仮面はピクピクと動いていましたが、やがて泡を吹き出して気絶してしまいました。出たー、出ました、タイガーマスクの得意技、バックドロップです。ついにタイガーは黄金仮面に勝ったのです。タイガーは大きな拍手を聞きながら、なぜか寂しそうに試合場を出て行きました。第一の死の使いは倒すことができた。でも、僕が死ぬまで虎の穴の死の使いは、次々とやってくることだろう。綺麗に澄み渡った空の月に向かって、タイガーは呼びかけるように言いました。どんな奴が来ても、僕は勝ち抜いてみせる。かわいそうな子供たちが、この世の中からいなくなるまで、僕は戦い抜くんだ。僕らのタイガーマスク、頑張れ。遠い空の果てからちびっ子たちの声が聞こえてくるような気がして、タイガーはいつまでも月の光の中に立っていました。タイガー、タイガーマスク、暗い夜空に響く雄たけび、闇にきらめくつぶらな瞳、森のタイガーマスク、正義の味方、タイガーマスク、進め我が道、勝利を目指し、たとえ傷つき倒れようとも、タイガー